皆さんおはようございます。大阪市長の横山です。本当に大きな音量でですね、いよいよ衆議院選挙、これ5日目、あ、おはようございます、ありがとうございます、いってらっしゃい。5日目となりまして、全国で今熱い論戦が繰り広げられているところです。でここ大阪1区も大変激戦なんですが、井上秀隆さん、まさに維新の結党当初からですね、この大阪維新の会、日本維新の会を中心で引っ張ってきてくれたのが井上さんです。どうか皆さん、この井上さん、もともと大阪市会議員も務められておられましたので、大阪の地域事情もしっかり入っている、この井上さんに大阪の声、国民の声を何としても衆議院に、国政に届けていただけなければなりません。一方でこの井上秀隆さんは、維新の中心の幹部でありますので、全国の支部長にもちょっと就任しておられまして、なかなかこう大阪だけにいられないんですが、だからこそ維新のメンバー一丸となって、井上秀隆さんをしっかりと支えて、そして大阪の声を国政に届けていきたいと思いますので、どうか皆さん、井上秀隆さん、この大阪1区はどうかよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。そしてもう先ほど来候補の方からありましたが、まず大きく一つはやっぱり政治と金の問題、本当に今候補からあった通りですね、国民の信頼が大きく揺らいでると思います。もう今年に入ってからずっとやってました、この裏金の問題。自分たちで大きなパーティー開いて、そしてちゃんと政治資金収支報告書に書いて表に出したらよかったのに、でも書かずにポッポないないしてたわけですね。こんなこと民間では許されませんよ、絶対に許されない。でも政治家だけがそういうことやってる。で国民はやっぱり今すごく政治に不信感が募ってると思います。政治に不信感が募ると、大きな改革しようとしても、こっちの方向って進めようとしても、やっぱりそれについてきてくれることはやっぱりできないと思います。政治にしっかりと信頼を取り戻していくためにも、政治と金の問題、これしっかり決着つけないといけない。自民党の今回の CM でもなんか大きな方向性出してましたね。自民党の方向性がルールを守る、当たり前ですよ、そんなことは。過半数あるんだから、小学校のこれ先生じゃないんだからね、もうルールを守るなんてことは当たり前。でも自民党も公明党も今の政権、ずっと過半数あるのに、自分たちの政治と金の問題ですら解決できないじゃないですか。これが今の国政の体たらくですよ。私たち維新はしっかり進めることができました。もちろん先ほど候補からもありました、僕らも完璧じゃない、怒られることもやっぱりあると思います。でも政治と金の問題に関しては、どの政党よりも覚悟を持ってやってきたという自負もあります。国会議員も報酬を自ら削減して被災地に送っています。自分たちの経費も自主的に公開しています。もちろん大阪市会議員も大阪府会議員も政務活動費という経費をいただいています。これは全てネットで公開しています。僕の政務活動費、これ5年間公開になりますからね。僕大阪市長ですが、前職は大阪府議会議員でした。僕の政務活動費もネットで公開しています。1円から見ていただけます。皆さんにしっかりチェックしてもらって、問題があったら指摘される。だって経費なんですから、当たり前じゃないですか、公開するの。こういうことさえできないのが今の自民党公明党政権ですよ。だからまずは政治と金、これは今回の大きなポイントで、先ほどもありましたが、政治と金の問題話しても別に給料上がるわけでもないし、教育が良くなるわけでもないし、年金が上がるわけでもないんでしょと言われるかもしれません。でもこれは全ての問題の根幹なんです。政治と金、覚悟の問題。明日からでもできる改革を先延ばしするような今の政権に、この国難を乗り切ることはできません。だから皆さん、どうかこの選挙チェックしておいてください。今回もし自民党や公明党がまた大きく全国で勝ったりしたら、政治家はこう思いますよ。ああ裏金作ろうが何しようが、国民はこれ自民党公明党選挙で勝てるんだから、改革なんかしなくていいわ、もう絶対こう思いますから。政治に緊張感がなくなれば、国民の皆さんが絶対に損をします。大阪では皆さんが政治に緊張感を与えてくれました。維新という選択肢を選んでいただいて、そしてお維新の会ちゃんと改革しろと言っていただいた。そして10年間徹底した改革をすることができましたよ。行財政改革、そして天下りの廃止や天下り団体も徹底して削減した。企業団体の皆さんへの補助金というのが出てたんですね。これたくさん団体があって、
団体の皆さんも頑張ってくれてますよ。でも団体の運営に補助金を出してたんです、いっぱいいっぱい。でこれを全部やめました。こういうことで財政再建をして財源を生み出して、それを教育や将来世代の投資にしっかりと行ってきた。この公園は民間の皆さんと連携して公園作りをさせていただきました。民間の皆さんと連携してこういう公園を作った。こういうことをどんどんやっていくと人口が安定して大阪に税収が入って、そしてそれをまた行政サービスに投下していく、こういう流れができたんです。大阪ではできました。でもこの改革やっぱり時々怒られるんですね。おいちょっと維新の会団体に冷たすぎへんかとか、おい新の会ちょっと子育てばっかりやなと怒られることもやっぱりあります。でも今やらないといけない改革だから僕たちはそれを提案させていただいてます。そのためにも政治家が誰よりも覚悟を決める。僕は大阪市長ですが給料4割削減しています。毎月4割、退職金はもともと4年間勤めたら4000万円ありました。これもゼロです。1円たりとも税金は無駄にしない、この強い覚悟で維新の会は政治ができました。これもひとえに大阪の皆さんが支えていただいたからですよ。政治を改革しろというお声をいただいたから大阪ではできました。増税せずに行政サービスの向上っていうのはできたんです。これを緊張感のない国政でも絶対に今やらないと、もうこれ国なんです。今この改革を井上秀隆さんにどうか託していただきたいと思います。この維新の改革を中心で行ってきたのが井上秀隆さんです。だからどうかまずこの1点目、政治と金の問題、覚悟の政治、これができるのは間違いなく日本維新の会だけ、井上秀隆さんだけですので、どうぞよろしくお願いいたします。もう一つがやっぱり将来世代の負担、今若い世代の負担っていうのは非常に増えてます。この公演もたくさん今若い世代の皆さん来ていただいてますけどね。で若い世代の負担が増えるとどうなるか、今日本はどういう状況にあるか、人口が大きく減っています。これはもう皆さんご承知おきの通り、人口が大きく減ってる。人口が減るとどうなるか、この国の社会保障制度っていうのは皆さん若い世代がご高齢の皆様をお支えするという制度設計です。付加方式、人口が減るとこの付加方式は非常に危ない。ご高齢の皆さんがどんどんしんどくなるし、若い世代の負担はどんどん増えていきます。だから人口を安定化させないといけない。若い世代の負担も今どんどん増えています。若い世代、今1960年は9人の若者が1人の高齢者を支えていました。今は2人の若い人が、2人の若い世代が1人のご高齢者を支えています。これではこの制度自体が持ちません。若い人はもちろん、今を生きるご高齢の皆様にも必ず何らかの形で負担がやってくるんです。だからこそ社会保障制度改革、これはしっかりと維新の会提案させていただきたいと思っています。もう一つが若い世代の負担軽減のもう一つの方法、これが教育の無償化や子育て費用の補助です。大阪でやったような改革です。保育の無償化、給食の無償化、高校の無償化、そして大阪公立大学の無償化まで大阪ではできました。これ財源を生み出してできたんですね。若い世代、経済的負担が多いと将来に明るい希望が持てずに、家庭が持ちにくい、子供を欲しいけど経済的負担で重いからやっぱり子供は諦めよう、こういう社会になってくると、これからさらに人口減少が進んで、この日本が社会保障制度が維持できなくなってしまいます。今大きく負担が増えている若い世代、国民負担率は 45%、 税と社会保障の負担が、所得に占める負担が約半分となっています。こういう国ではもう国家の運営が持たないんです。だから維新の会は社会保障制度改革、教育の無償化で若い世代の負担軽減、人口減少をしっかりと安定化させて社会保障制度を安定化させていき、皆さんが暮らしやすい日本というのを提案しています。この提案、時にはやっぱりお叱りを受けることもあるかもしれません。どこかで一時誰かに負担がいくかもしれません。でも今やらなければ20年後30年後の日本が持たない、この強い覚悟で日本維新の会は提案を続けています。皆さん、こんなことは本来30年前から分かってたんです。自民党も公明党も分かってた。でもずっとほったらかしにしました。皆さんに怒られるのが怖いからです。四方八方にいい顔して、子供たちに、ご高齢の皆さんにそれしか言わない政治で、結局
国民皆さん、真綿で首を絞められて、お手でつないで沈没、これが今の日本の状況ですよ。でも大阪は皆さんにお力いただいて、変えることができました、この流れを。だからどうか皆さん、今一度、この大阪でお力をいただきたいと思っています。大阪生まれ、大阪育ちの政党です。皆さんのお力で、維新の会にお力賜り、大阪一区には井上秀隆という選択肢があります。覚悟の政治でこの日本の今の低垂らくをしっかりと活を入れていきたいと思いますので、どうか皆さん日本維新の会の井上秀隆をよろしくお願い申し上げます。大きな声でありがとうございました。お騒がしました。ありがとうございます。では各地行ってまいります。はい、ありがとうございました。長時間。